今日午後、北秋田市の太平湖を訪れていた観光客とガイドの男女2人が川に流されました。このうち観光客の女性が意識のない状態で見つかり、その後死亡が確認されました。またもう1人の男性はまだ見つかっていません。太平湖の上流にある滝に向かっていたガイド含めたツアー客18人のうち2人が沢に流されたということです。そのうち男性ガイド1名が現在も行方が分かっていません。今日午後1時半ごろ、北秋田市森吉の太平湖を訪れていた観光客とガイドの男女2人が川に流されたと消防に通報がありました。このうち観光客の女性は県警のヘリに発見され、市内の病院に搬送されましたが、意識はなく、通報からおよそ3時間後に亡くなりました。なお、ガイドの男性はまだ見つかっていないということです。このほか、ツアー客の男女3人が、2人が流された場所の近くで一時取り残されましたが、その後、無事に救助されました。まあ、私たち渡していただいたようにやったんですけれど、その時に、まあ、足元が揺らいちゃったのか、ガイドさんにこうもたれかかったのを見たんです。私、その流されちゃった方が、そしたらガイドさんもうっとこうね、受けちゃいますよね。それでもうもろともこう流れていってしまって、私たちのために一人一人ね、図書も渡していただいてるからね、早く見つかってほしいなって。県警などによりますと、2人は太平湖の遊覧船に乗って三階滝を巡るツアーに参加していて、帰りの遊覧船に戻る途中で川に流されたとみられています。